すごく面白いんですけど、行儀悪い人間がたくさんいるんで、こういうふうに。だから、スパーリングさせてもらったら楽しいなと応募しました。さっきアウトサイダーと何でやってみなかったの？プロやってるの？こういうふうに行儀悪いからやりたいのは。めちゃくちゃ強いですよ、ピルト。アウトサイダーで。昔、健之介選手。昔です。昔です。うん、体重何キロですか今？今、74。74キロ。74。だから、飯田さんが77まで合わせてるのかなって思ったんですけど。決まっちゃったんです。飯田決まったの？こういうふうに。飯田がリーダー。飯田がリーダー。飯田決まったの？興味ある相手がいないんですけど、お前興味あるの女子コースばっかだからだって。あっていうか宮下パーク行って JK のケツしか見てねえじゃん。お前はまあ確かにこっちやん。花があるから。宮下パークでナンパしに行こうと思って行ったら、女子コースナンパしたら同じこと考えてんのお前。スターバーでなんか普通にコーヒー飲んでて仕事してたお前たち。もうちょっと頑張れよお前。何が？女なんて自分からおんじゃねえんだ。女持ってくんの。女なんかいらねえわ俺。なあ、もうちょっと頑張れよ。お前みたいな女なんだ。で、そこで誰が俺に声かけてくれたの？お前だろ？ああ、知ってます。出てましたよね。あ、ちょっと写真いいっすか？全く同じことお前が言ったんだよ。お前なんか役で待ってんのか？そう。全く同じことお前が言ったんだよ、そうやって。強いっすか？よくわかんない。ロイヤルというところで優勝してる方ですよね。経験者。こんなんやってねえよ。喧嘩だけで。喧嘩だけで。言うやってやるよ。だって残ってんのが一番強いのお前だろ。それはそうや。言う。飯田だって逃げちゃったもんな。飯田。飯田とやるって声多かったんだよな、俺のファンが。で、お前強いし別にいいかなと思ったけど。どこのね、今の骨って決まったの。飯田。もういいだろ、お前。じゃあ。これだよ。じゃあ決定しますか。お願いします。もう、診察するんで。